先月31日から岐阜県で開催された文化部のインターハイ、全国高等学校総合文化祭の新聞部門で、2年連続で最優秀賞を受賞した県立松山高校の新聞部が、今日東松山市の森田市長に結果を報告しました。市役所を訪れたのは国母守る校長と新聞部の顧問、矢野雄貴教諭。 本郷俊部部長など部員8人人の合わせて10人です。全国高校総合文化祭ではおととし11月から去年10月までに70回発行した新聞が審査され戦争にまつわる資料館の展示品や元プロ野球選手など幅広いジャンルでの人物取材が評価されて全国134校の頂点に立ちました。 報告を受けた森田光一市長は、皆さんは素晴らしい企画力や発想力を持っていると思います。連覇を契機として来年につなげてくださいと称えました。楽しい日々もあったんですけど、中には本当に忙しくて大変なこともあったので、その中でこうやって大きな成果を成し遂げられたのは本当に嬉しいです。 まあ結果は楽しい趣味を作っていればおのずとついてくるものかなと思いますのでまずは自分たちのやりたいことっていうのを大切にしてほしいと思います。